こんにちは。こんにちは。今日は、ピル学園の OB 会があったということで、その後に、辰波宮本漁師に来てもらいました。改めてよろしくお願いします。はい、お願いします。やっぱりこうピル学園の OB 会に出て初めてやろう。そうそれでもどう思う？やっぱりね、春夏連覇した学年はここしかないわけです。いや、今日は参加させてもらってやっぱ来ないといけないなと。そうやろ、で出席を出してへんやろみたいなね。いや、やっぱり花全場してね、2人は迷宮会入って殿堂入りも入れて、はいはい、ね、やっぱこれこれからどんどんやっぱこういうところには来てよ。もちろんです。わかりましたね。はい、で今回ちょっとピエール学園の今日ね、小畑さんからお話があったように、復帰に向けてちょっと明るい話題というか、復帰に向かってるっていうふうなことをお聞きしたんやけど、まあそれについてはどう思う？なくなったって、まあ、野球部が廃部になった時に、これはもうおそらく野球部復活はないもんだというふうに考えた中で、まあ、桑田さんがすごい頑張ってくれてね、なんかこう上の方とちょっと話ができるようになり、うん、そこからちょっと前向きなそういう返答が返ってきたと、はい、いうことを今日そういう挨拶の中で言われたんで、もしかしたらまた、ね、見たいね。うん、みたいですね。まあ、もちろんまず野球部復活することが一番だとは思うんですけども、やっぱり自分たちはその甲子園でやってるその姿がすごく勇気づけられるしね、うん、実際現役でやってる時にやっぱりこう夏の甲子園、まあ、春もそうだけども甲子園見て母校が出てると練習時間でもやっぱり気になりますもんね。やっぱその出る出れへんよりないっていうことは寂しいよね。そうですね。だからその夏の大会前とか始まったらみんな各 ね OB 話してるのに、僕らなんかあんまり話入れないみたいなところあったんで、まあちょっとこう振り返れば出場停止になって、まあいろんなことがね、もちろんもう遡っていけばね、いろんなことがあったんやけど、まあこういうふうになってきたっていうことはもう本当に嬉しい以外何ものもないな。そうですね。問題はいつぐらいにまた野球部が復活するかという、うん、なんかその今日、まあ、初めてでね、偉そうに言うのもあれだけど、そんなような状態になってきたのかなと。やっぱりマスターズ甲子園で皆さんがこうね、力を合わせてやってくれたことも大きかったんちゃうかな。そうですね。僕知り合いから応援風景の動画が送られてきたんですよ、うん、感動したし、いやもうちょっと鳥肌立って、うん、なんかまあ当時思い出したりとか、うん、まあ、本当にこれがね、うん、野球部復活でこういう風になればいいなっていうのをすごい思いましたね。まあ、俺らが大阪にいるからね、試合には出れなかったけど、やっぱあの日はさ、自然とやっぱ見に行ってしまったの、うん、ほんでやっぱり皆さんね、たくさん応援していただいたり、やっぱり当時 のノックアウトマージだったり、はい、打席の応援のとかね、まあ、ちょっと一文字とか見ると、あの効果はやっぱり今日でも聞いたら どうやった？いや、自分で歌いながら鳥肌立ってましたね。なんかやっぱりこうグッとくるもんありますよ ね。あれだけ練習終わってな、毎日毎日僕たちは効果を歌うんですよね。練習終わった時にあの効果を改めて年に1回、もう年に1回やんな、うん、聞くのってもう久々やろ。効果を歌ったもう何十年ぶり30年ぶりぐらいいやだってもう引退して31年、2年だからね、高校野球でやったのが自分らが32、3年前だから、そりゃ懐かしいよね。いや、まあでもね、これからやっぱりまたみんなにほんまにこう一つになってやってね、復帰に向けてちょっとお手伝いしていかなきゃね、できることはね。そうですね、はい。まあ、まあ、こう PL の話が出たけど、お互いね、2人とももう野球、日本のプロ野球界にで球史に残るような選手になったわけやけど、まあやっぱり2人の場合、迷宮会2000本打ってるんやけど、どうしても守備っていうね、ところにやっぱりこう 俺はすごいなと思うんやけど、あの3年間で一番何を学んだ？やっぱり一番はやっぱり丁寧にやることですね。その相手のことも考えながら、まあ当然送球がそれると良くないので、うん、先輩方に投げるときは、うん、やっぱりその送球の大事さもあるし、やっぱりその一つ一つのプレーを丁寧にやるっていうのがやっぱ自然と身についていったんだなって今振り返ればそう思いますね。だから何ていうの、ここに掘ればいいっていうんじゃなくて、ここに取りやすいものを取らなきゃいけないっていうところまで行ってたよね、はい、当時 PL は3時間から3時間半の練習やったんか、はい、でそうだったらいろいろみんな考えてやったんや、はい、あれって当時のなんと高校野球じゃなかなか考えられないことだったんじゃない？そうですね。まあでもある程度こうちょっとできる人も多かったからね、そこが一番や、うん、できたやみんな。それプラスで自分でこう考えて課題に向き合って練習すると、
いうのと、やっぱやらされる練習はやっぱ上手くならないっていう、うん、これはもう今でもそうだと思うし、ね、やっぱりこうそのプロ行く行かない別にして、いやシートノックめちゃうまかったですよ。やっぱり今日の相手3年生2年生エラーしないですもん。やっぱでもね、そこにね1年生の上手が入れてもうそうそうそう、あれってすごく大きいよね。大きいですね。やっぱ目の前、僕はやっぱ、まあ、ショートも同じ、辰巳さんも同じポジションだったんで、常に僕の目の前で見れたっていうのはやっぱり大きいですし、やっぱ他のポジションにしても、やっぱりレギュラーの方っていうのは、やっぱりその守備だけ見てね、そのシートノック見たら、やっぱり本当、高校でも3本の指入るぐらいのシートノックやってたところですね、緊張感も含めて。でね、本数的にはね、そうそう、5本に月4本ですもんね。覚えてるね。それでね、それでな、野手ってあんなに上手くなるものかなと思うんやけど、だってね、そんなにね、他のアップとか受けてたら俺あんまり印象ないねんけど。いやでもね、一つなんでそのアピールのシートノックが上手く見えたかというと、こう、中村監督に手を振れって言われてるんですよね、ボールを追っかけるとか、ね、で、普通なんとなしにこんな感じでボールをあんま意識してて、こういう風にあのボールの近くまで、それがすごい綺麗に見えたね。綺麗に見えた。実際プロに入ってみて、その辺どう、その腕振っていく、そんな余裕があんまりないショートっていうのは。緩い頃はやっぱりその手はもちろん振りますけど、うん、あそこまで意識してやることはなかったですけど、やっぱりその前に行くとか緩い打球に対してっていうのは自然と、まあ、みんな振るんでしょうけど、その振り方というかね、今の子なんかよくグローブのこの部分見せるでしょ。でも普通に走ったらこうやって走るから、親指立てるってことね、はい、みんな PL の選手はそうやって追っかけて親指をこう向けて振ってたもんね、はいはい、それは覚えてる。今の子って腕振ってもこうやって腕振ってきますから、それは状態もブレるってことだよねっていうのは。でもあと、そのなんていうのかな、守備でもバッティングでもこの体の軸のことすごく言われてるね。姿勢のことね。姿勢、うん、それはなんかバッティングでもボール投げることでも守備ボール取る、あのなんていうの、取るすごく大事かなと。だからそのまあある程度できる選手がいて、やっぱそういうことを教えられたから、そのそんなに全体練習でねノックを1時間も1時間半もとかすることはないやん。まあ夏の強化がそれだけでしょ。だけですね。それであんなに上手くなるもんか。僕あと今考えると、うん、この先生ノック上手くなかったですか。上手かった、うん、やっぱりいいバウンドに来るから、そのなんていうんですかね、ハーフバウンドで取ることがあんまりなかったような気も。でもそれはさ、自分たちもやっぱ合わせたこともあるけど、あるさ、ノック打ってたらさ、ノッカーって大事だよね。大事です、はい、ある程度いい、なんていうの、一打回数打たなきゃいけないし、外野手もそうだよね、はい、取れるか取れんかっていうところを打てないといけないので、2人に出てもね、そんなにねファインプレーをするというよりも、あのしっかりアウトにできる、その打球をしっかりアウトにするっていう風なプレーじゃん、プレースタイルでしょ。そんなに派手なことをするわけじゃないやん。派手なことをしたら怒られるような感じだったね。そうですよね。守備に関してはもうそのやっぱ軸をしっかりやってたっていうこと、2人は全然なぶり、あとは補給姿勢とかね、うん、そういったことは意識して。辰巳さんもあの高校時代練習するときめちゃくちゃ集中して練習するじゃないですか。してたじゃないですか。そうかな。あのしないときは休養って言ってよく見られてた記憶があるんですけど、であの冬の練習でいつもゴロ取りされたんです、あの終わってから。あの冬の練習って結構走るだけじゃないですか、うんうんうん、でその後室内でゴロ取りされてる姿がすごい残ってる。俺そんなのやった記憶全くない。俺を見た記憶だ。やめた。やってました。で僕それずっと見てました。いや俺の全然練習してへんしてんでよく言うんだけど、いや宮本どうやった。そう練習をさ、だからそのすごい集中してね、ドルドラゲになってねやるタイプじゃないやん。どっちかやったらもうそんなんしなくてもできるやんか、うん、いやでもいずれにしてもその PL ってうまいことできてて、そのバッティングはさせてもらえなかったよね、うん、入寮してから約2ヶ月ぐらい、うん、でも守備だけはもうずっと一緒にさせてもらったもんね。そうですね。だから上手い人の中に掘り込んでもらったこの環境がこれが上手くなるんだよね。それはあるな。そこが一番大きいと思う。やっぱあの緊張感の中でやっぱりそのやるっていう風なことだろ。自然になんか近づいていくよね。あの真似事でもなんとなしに見ながら、だから似てくるっていう。似る、うん、だから僕これあの相川がね、うん、プロ田沢さんで引退される年に体の綺麗ですダメだと思うんですけど、ショートでノック受けられた時田沢が、はい、うん、
な、相川が達也さん宮本さん似てますねってか、お前逆にそんな失礼なこと言うな俺が似てるのって言って、いやいや危なかったけど、相川は失礼だね失礼さでも今みたいにね、そんなにこうまあカメラで撮るとかね、そんな時代じゃないやん、はい、だからバッティングもその守備も上手い選手のやつを見て盗むっていう時でしょ。だって今たまにグラウンド降りたらトレーナーが携帯でフリーバッティングする選手を動画撮ったりするもんね。だから今まずそっから入るからね、だから自分の感覚と、まあ、見たギャップが違うっていうところをそのやっていく分にはいいけどね、まあ、それはそれであれだと思うけども、変わったなと思うよね。まあそうですね、いずれにしてもね、でも渋谷宮本上手かった。でもその宮本がやっててさ、まあ、宮本の守備上手いのは、またこれから話そう。はい。はい。ありがとうございました。